昨日名島さんから、まあ普段カジノでめっちゃわしが遊んどってめっちゃ吸ってるから、はい、まあ不客だということでカジノで部屋を一室もらったんだ。階段上のエレベーター上、すごい、あそこの一室をもらったんだけど、はい、それプラス1500万チップもらったんだ。おお、うん、だから一人1000チップずつやるから、うん、はい、あ待って、ウェスカさんが電話かけてきた。うん、1000チップずつやるから持っていき、カジノだとねってこと、まとめってこと、え、あ、せせ1000万チップ、1000万、え、しゃ、え、1000チップ、いや1000チップじゃねえな、100万チップです100万チップな10、100、1000万、10万、100万、いや1000万円分な、1人ごめん、誰が一番増やせるかやろうぜ。やりましょう。タケがいないうちにやろう。ではそう。タケがいないうちにやろう。無線、犯罪用無線変えるか、あ、全員でカジノヘイストですか。はい、ある意味そう。ありがとうございます。ボスがナシマさんにチップもらったから分けてくれるってみんなに。はい。はい。大丈夫ですか。どけ。大丈夫だ。あ、すみません、ボス。うん？別にご報告ではないんですけど、ちょっといいですか。もうや。ウェスカーさんにお渡ししているデベスで。うん。了解。あと2億で4億なんですね。イワシでスタップしてるから終わり次第向かう。救急でいいのか。あともうちょっとですね。救急の。うん。なんとさったった今、うん、車両協会のお話で、うん、いつもお金で配るところの金庫の中に3億5000いっぱいコインが入ってるから、うん、それ持って5億、了解で、なんつったの、かよ、何が5億、え、ダメだよバカ、デベステ、あ、それはダメなんです、5億になったのじゃあいい、連絡するか、買えなくなっちゃった、またもうちょっとだったのに、何よ、でお前それでいいって言ったの、いいよ、もしもし、もしもし、はいはい、勘弁してあげてよ、いや勘弁してあげてもクソも私じゃないもんな、いやそのほら、その車の額の時のでやってやってよ、あ、そういうこと、そうそうそう、ああ、なるほどね。それは、それはデベスト欲しくて、私。それはやってやってよ。これはちょっと意地悪、金あるやないの。意地悪じゃないやん。ちゃうやんだって、その話をしたのは金額上がる前やん。そうだよ。そうでしょ？だから私はデベスト現物を持ってくるんだったら別にその思い入れがあるやつは、そうです、私。返してやるっていう話だったやん。言うたやん、わしが。何がその金持ってったらでもちょっと返し、そのね、その車に対しての愛着があるっていう風なのを大事にしたいから、うん、その車買い取りっていう形でやらてやってやってよって言ったじゃないの。なるほどね。そこは多めに見てやってよ。多めに？多めに見てやってよ。勝負事なのに多めに見んの？それはだってほら決めた時の話でやったってくれよ。
決めた時の話でやったりたいのはこっちも山々だけどさ、車両協会がさ、車両協会のはそんなことはだって知ったことないやん。知ったことあるでしょうよ。そんな急に今日の今日だって困っちゃうじゃない。そう、それはもう。じゃあ今日中に金集めたらいい？いいじゃん。ん？なんで？今日中に金払ったらじゃあ。その前の金額ってことにしてくれ、うん、あのね、今日中にっていうか、もう上がってんのよ、うん、今日、うん、うん、そりゃそうや、そうでしょ、うん、でもそれはしゃあないだな、しゃあないでしょ、だからさ、上がっちゃうのはしゃあないけど、うん、しゃあないでしょ、違う違う、上がっちゃうのはしゃあないけどさ、上がる前の話やったからいい感じのしゃあないで使ってる、上がっちゃう前の時の話やから、上がっちゃう前の時の話、うん、だから、うん、その、うん、上がる前の金額を今日持っていったら勘弁したってよ、うん、まあバンダーマンが直々に言ってくるんだったらまあ薬の話も教えてもろたしまあええかな、なってしまうやんけお前、それはしゃあないがな、だってうちのもピーピー言うとるんや、ピー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 か、ピー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 言うとんねん、ほなええやろ、今日中に持ってくるんやったら OK やじゃん、わかりました、ありがとうございます、はい、申し訳ないね、わかりました、はい、わかりました、ではではバカだれ、すいません、こうやって交渉せんなあかんやろお前、はい、今言うとんの、お前いくら持っとるんだお前、今ブラックマネー笑って2億4000いかないぐらいです、あ、2億40005000いかないぐらいです、2億、薬、はい、寝れるだけ寝れ、了解、うん、わかりましたお前何時に寝ようと思ってんの、あ、もう2億だった、殺されてえのかてめえこれすいません、これてめえ今から薬、ふざけてんのかてめえこの野郎、もうちょんです、すいません、もうちょんです、おかしいです、すいません、ふざけてんのか、もうちょんです、お前違います、お前な、言葉間違えました、すいません、ほんまにほんまにお前っちゅうやつは、今わしがお前どんな思いでウェスカーさんに頭下げて連絡したと思うとんねん、お前は、はい、なあ、すいません、そうやろがい、はい、頭も上がりません、頭も上がりませんじゃねえだろお前、すいません、お薬寝てきます、薬、お前な、今日何回行ったミッション、1? 2回です、2? 何と何、オイルリグと客船、うん、お前しばらくただ働きせよ、ほんまにおい、すいません、ます、ありがとうございます、ボス、ほんまに違うな、これ貸しやで、はい、すぐにお返しさせていただきます、大丈夫か、寝るだけ寝ります、もう行けるだけやれよお前今日、はい、もうあの今日も早い時間からあのお薬打って、うん、あのは、あのアシットも取ったりいろいろ頑張ってましたので、うん、できる限りナタルにお願いしてこいお前、それナタルにもうちょっと助けてお前ナタルナタル今何してる、ナタル今どうしました、忙しい、今、いや、そんな忙しくないです、それあのキミトスがお願いしたいことがあるらしいよ、はい、わかりました、どう行けばいいですか、救急、今救急にいる、ごめんな、はい、なんでてめえのお前ギャンブルで負けた、お前さ敵のギャングのボスね、はい、対抗ギャングのお前ギャングのボスとお前そもそもその勝負を勝手にしてね、はい、うん、額面ちゃんと考えるんだったらええけど、8億なり持ってかれて、はい、デベステ持ってかれて、またさらにデベステが金額上がってその分の金持ってかれて、お前どういうことやねんって話になるやろ、そうですね、なんかかもやないかお前なんか、はい、
なあ、お前書くじゃなくてお前カモに変えろお前名前なあ、何笑っとんだよお前、俺すいません、すいません、心が笑ってしまいました、すいません。どうよお前、はい、カモ、イカさん、すぐ戻るよ、はい、どこにいます、キミトス、あのトルが救急帰るって言うから、私もちょっと一旦救急帰りたくて、ボス、自分から言わせてください。違う、ちょっといいこと考えた。野暮用が。いいこと考えた。うん。はい、はい。ほい。お前、薬じゃなくて、はい。ギャンブルで稼いでこい。それしかねえだろ、だって。なあ。この短時間で、一応だって今日中に連絡するって言ってあるんだよ。で、それどうせバンさんに借りたんやろって話になるで。確かに。うん。ギャンブルですね。ああ、これ嫌な予感がするな。嫌な予感がする。いや、ボスさん。僕を信じてください。ボスの期待に必ずや答えます。いや、怖いんだよ。絶対にふざけません、ボス。本当か？絶対に勝ちに行きます。ナタル、ちょっと監視して。わ、はい、かりました。で、今わしがやった分でお前いくらになってんだ今。今合計3億5000。で、デベッセ。あ、で、ブラックマネー洗って、うん。プラスで、4億いかないぐらいですか、ね。一旦急いで洗ってこい。了解です。で、あそこの金庫の中からカジノチップ持って、はい。はい、稼げるだけ稼いでこい、頑張って。了解です、うん、あのカジノチップを使頭金、軍資金に使っていくってことですね。うん、だから1000チップな、あ、じゃあ100万チップな、はい、1000万円分な、自分のお金からチップに変換することはやめた方がいいですか。いや、お前だってお前さ、だってさ、だったら、はい、だったら他のメンバーに頼んで他のメンバーの分のカジノチップをあれしてもらったりとかしたらいいやん。わかりました。貸してくださいって言って。ナタルだよ。なんか？ナタルなんですか？だよ。俺に100万チップ貸してくれないか。やらないっす。あげないっす。レイラちゃん。俺に100万チップ貸してくれないか、レイラちゃん。ああ、いいよ。いや、なんかボスの命令だったら貸します。つまんな。貸した方がいいっすか？まあ、ボスの命令あれば貸します。一旦自分の100万でいくわ。帰ってきたぞ。ああ、ちょっと一回、ちょっとわし、あの、出かけてくるわ。誰だ？いってらっしゃい。開かない！誰や、外におるの。え？あ、1かな？ん？ああ、そう、昨日の、はい、昨日の一応報告することがめちゃめちゃ、うん、多かったけど、今お急ぎですか？なんかある？個人についてのお話、個人、オッケーオッケー、ちょっと待って、一回ちょっと、お、やります、あ、頼むだから、じゃあ、お前に車、お前、ほんまに君とす、どうしました、ボス。今日ボスからいただいたリボルター大活躍でした。ほんまに。もう行け。すいません。どうしようもねえやつだ、あいつ。何してるんですか。なんですか。今日返さなきゃいけないんですか。あ、今日だ。いくらですか、残り。残り？はい。5億だとしたらあと1億。要するにあと1億稼げれば。一応車分は返済ってことですか。そう、いや、それで あの、はい、完だ、完結、で、車が戻ってくる。そうだ。で、終わり。あ、デビストの金額が上がったんだ。あ、そうですね、さっき聞きましたね、俺も買えなくなっちゃった。あ、くそ、大負けだ、悔しい。くそ、ギャンブルの借りはギャンブルで返せってことか。1億、あ、ナダル、今カジノチップ持ってるか。持ってますよ。ちょっと一旦貸してくれないか。なんすか一旦って。あ、じゃあ僕が一旦かけてくるんで。
まず僕かけるじゃないですか。あ、で倍に増やしたやつ、倍に増やしたやつをそのまんままるまる君とさんにあげます。お前頭いいち、神様ありがとう。これでまあこれでまあヒットしないでもこれでスタンドにして普通にこのまま勝って多分10だよね、12だよね、で14でしょ、でバーストでしょ、で俺勝ちでしょ、 OK。 じゃこれで、先輩に渡した状態で、君田さんどうした、勝った、ナタル勝ったのか、勝ちました、ナタルナイスだ、ちょろいっすね、200万チップ、はい、頑張ってください、確かにお前から借りた、はい、頑張ってください、絶対に返す、まあ、ちなみに200万チップ貸しですか、ね、当たり前だですよね、絶対に返す、よしよし、はい、500万かける、お、気前がいいな、5、6、浮くならやろ、遊びたいだろ、あれ、うわぁ強い、めくれた、よしヒット、ヒットだ、うわぁ、スタンド、いや、スタンド行くないですよ、いや、はい、オーケー、ナイスだ、まずは、いや順調、まずは来た、これいくらですか、これこれで今350万、350万ですね、はい、オッケー、いくらかけたんですか、今のは500万円だから50万チップ、よっす、様子見だ、じゃあこっから行くぜ、1000万だ、おっとと、で3、悪くない、強、あ、相手弱いな、ヒット来い、スタンド、まあ安牌っすね、ダブルダウンもワンチャンあれだったけどな、あ、危ないね、危な、ギリチョンセーフ、OKOK、調子いいからガガ上げちゃおっと、君とさん、ちなみになんですけど、あの大体11とか10でダブルダウンしたとき絶対外れるんだよ、どういいっす、そうなんだよな、はい、俺もそっち、全部そっち側だ、あ、俺もそっち側なんだ、よし、強気の3000万円、え、10、来た、来い、あ、お前やばい、あ、ヒットス、ヒットス、おい、ちょっとね、情けなくなったな、スタンドだ、あ、来た、いけ、オッパーストしろ、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃ、座るぜ、切りついてきたぜ、あ、返してもらったのに今返却します、はい、ありがとう、切りついてきた、これはどういうゲームなんだ、お前ルール知らないか、自分の手札、自分の手札を21に近づけるゲーム、21、でも21を超えるとバーストドボド、なんだっけ、2000万何度かドボ負け、最大20万かけたぞ、ちょっと携帯に何か一旦喋ってくれ、6、6、6、6、ああ渋いな、1が14、ああ14、いやあこれはじゃあこの女の手札は10ともう1枚何かということか、何か、そういうことだ、21超えたら終わりだからな、お前ら子供が今14だから、なるほど、7までは引いて OK なのか、引けるんだけどここで10出たら24になってもろとも負け、なるほど、そう、ダブルダウンっていうのはなんだ、ダブルダウンはしちゃダメ、とりあえず、じゃあヒット一旦しない、おお、お前強気だな、おお、お強、うわー、欲しかったそれ、これ以上引くとやばいかもっていうライン、すまん、はいはい、オールイン、3、
6、9、悪くない。ちょっと強い。やばくない、でも。めくるな、めくるな、めくるな。ヒット。ヒットだ。来い。悪くない。ヒット。来た。こっからが俺の時代。シャー、来た。シャー。来たぜ、来たぜ。こっからが俺の時代。来い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 。流れがいい。オーリー。来た。悪くない。来い。悪くない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 。スタンド来い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 。オーバーしろ。オッケー。一旦ナタルに借りた分のお金を確保。オールインだ、オールイン。この流れは来てる。オールインだ。来い来い来い。オーリー、オーリー、手やってやる。オーリー、2000万、悪くない。うわあ、締め強い。そしてスタンド15はスタンドだ。いいぞ。キャンプル負けてる人の後ろで吸うタバコってなんだ。こんなもん。嘘だ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 。どうしてだお前。嘘だろ。どうしてだよ。どうしてだよ。君とさん、はい、どうします。あのこの場でもうボス、君とさんカジノチップなくなりましたっていう報告をするか。ナタル、5000万円貸してくれないか。うん、いやもう今俺が言おうと。あ、トゥクトゥクなくなってる。もうなくなっちゃったんすよ、車。なるほど。はい。で今君とさんちょっとあの運数調整です。運数調整です。大丈夫です、ボス。まだ大丈夫です。はい、ナダル、5000万円貸してくれ。いや、俺引っ張られるんで。だよ、今日の収支プラス1億5000。マジナイス。すみませんでした。あ、いくらすった家。自分の100万ごめんね、目の前でこんなこと。200万あ、やべ、やべ、目が痒くて何も見えねえ。ブラックマネーを洗ったんか。今から回収しに行く。洗ってこいっつったろがすぐに。洗いはしました。今から回収しに行くんです。やべやべ、おめえおめえ、コンタクトどこやったっけな。てめえ、クソガキが。すいません、ほんまに覚えとけよお前。はい、子供れ。ニコだお前。すいません、捨てとくかこのゴミ。すいません。すいませんじゃねえだろうがよ。申し訳ございません。今回は本気でやるんじゃねえのかよ。あの本気でやった結果負けました。本当に
まあ、ただボスまだ今日ちゃんと仕事頑張ってボスもボスもじゃないや、君とさんもやっぱり IGL いつも頑張ってるんで、その分のお金もまだあるにはあるんで。なんだその分のお金って。洗ってるお金が一応あるので。お前はだからそれ洗って洗い終わった金でどうなるんだ。買い戻せんのか。はい。はい。ポケットが見れなくて今。一回買い戻してこいよ。わかりました。だよ。はい。面倒見てやって。あ、わかりました。じゃあ病院運びますね兄貴。いや、病院の前で呼ぶは普通に怒られちゃうからね。何があったんだ？君とさんがボスに締められた。で？カジノチップ全部吸ったから。全部吸ったら締められるの？100万自分のとかしました。俺が渡した200万チップとかしました。レイラさんから借りて100万チップとかしました。マイナス4000万。下手すぎだろ。高すぎ。一旦マイナス4000万でボスがいて、ボスの目の前で俺に5000万貸してくれないかって言ってボコボコにされた。なるほど。ちょっとキミトスマレニク屋に出荷しようかね。あいつ今目の前でやられてます。ああ、マレニク呼びます。出るって何？一発やろ。やられてるってどういうこと？久しぶりに5000万勝負一発やろ。ボスやったままですね。そう。ちょっと待って、またなんかやったの？ボス。キミトスにコイン貸したやつ誰？レイラです。100万チップ。1000万200万2000万2000万チップね。あとは、以上です。キミトスに2000万チップ。じゃあ約2000万ね。いや、次も3000万かな。3000万2000万分で、ナタルさんが2000万分。あ、ナタル2000万ね。で、計3000万で、リボルターお前に渡してるから1億2000万で、1億5000万。で、ギャンブルに負けて一文なしになったから、わしが1億お前にボーナス出してやって、2億5000万。で、加えて、ナタルから5000万借りようとして、そんな状況で貸してないのは当たり前だよ。でもそんな状況で5000万さらに借りようとして、でさらにはウェスカーさんからそのリボル、デベステが値上がりしたからって言ってその分の金何追加で払おうとして、交渉もうまくできずに、交渉はわしがやって、そもそも8億ウエスカーさんに金流して、デベステまで失って、ゴミ今どこにいる？ゴミトス？もうもなく救急前。あ、そう、オッケー。ゴミトス、金は大丈夫そう？はい、4億いきました。じゃあゴミトス、ウェスカーさんに連絡して金払いに行っておいて。了解です。まあ、どうせ金の出所聞かれるだよ、お前。分かっとるか、お前。ちゃんとできるか。はい。だよ、ちゃんと監視して。わかりました。じゃあ救急行きます。そんだけの金があったら何買えるかなぁ。なあ、藤子。情けなくて言葉が出ません。
さあどうするかな君とす。この逆境美味しいところに行ってるぞおめえ。いいぞネタになってよかったなほんまに。かたやメンバーの中にはバレンタインに車高級車買ってくれる者もおるのにな。なあ君とす。はいじゃねえだろうがよ。すいません。すいません。姉はしばらく君とすの声をゴミとすの声聞きたくないので無線離れます。なんで。状況報告だよ。今ウェスカーさんと会ってます。今のところは順調そうです。今から行ってきますの一言も言えねえのかあのカス。と思わないかだよ。いやまあ俺もそう不自然に思ったんですけど。そうだな、兄貴のことなんで俺は口出しできないんで。ちょっとすいません今から行ってきますみたいなのが一言も言えねえのかあいつな。ちょっとあれですね。真似すんなよお前だよ。あもう真似しないですもうあんなの。反面教師にするんだぞ。あんなのは草、さすがに。一番面白いやん。あんなのはおもろいな、さすがに。いい言葉のチョイスだな、それ。あんなのはちょっと面白すぎか、一旦。ああ、おもろいな。いいなぁ。ダヨの立場だからあんなのがめちゃめちゃおもろいよなぁ。美味しいなぁ。あんなの。しかもさらっとぬるっと言うところがまたおもろいのだよ。いいよ。おもろいよ。大丈夫です。真似しないです、あんなの。いいなぁ。そういう、なんて言うんだろう。やっぱねぇ。あのルロケンの瀬田総次郎みたいな感じのあのボス、なんか兄貴札束のアタッシュケース持ってウェスカーさんと話そうとしてますけど大丈夫ですかね。まあいいんじゃない。ちょっと好きにやらしとってみ。了解です。どうせ滑るから。今もう日常生活においてあいつの信頼度はゼロのロールプレイだ。しっかりしっかりゼロになってる。行かない方がいいこれ。うん。ありがとうございます。おっと。そろそろ客船とかの。お騒がせしましたね。本当にあなたが出てくるのは卑怯ですよ。なんでですか。あなたに言われなければ私は絶対に譲歩しませんからね。あなたはずるい人だ。いやいやそんなこと言わないでよ、ですからさ。ちょっと褒めくっす。そんなこと言わないでよ。金あるんだから帰るでしょうよ。金ないって。なんでそんな嘘をつくんだね。ほんとだもん。嘘をつくのは。組織の金だもん。私の金じゃないし。嘘をつくのはやめてくださいよ、ほんまに。あるでしょう。で、私の金、10億ぐらいしかないんですよ。ちょっとわしもそれぐらいしかないもんよ。一緒じゃん、ほら金ないですよ、お互いに。いやいや、だって組織の金はあるでしょうよ。組織の金は関係ないですよ、これからだって。でしょ。いや、絶対10億以上あるでしょ。ないないない。ガチ？ガチガチガチ。カジノに座れまくってるから、一生。でも昨日もらったでしょ、チーム。全部溶かしちゃうあんなもん。一瞬で溶けたってあんな。マジで。え、勝ったの？まさか。ちょっとずつ増やしてるね。うーわ。ずる。なんで？うち一生負けてんの。でもだってそれ部下に全員で割ったのかな。そうだよ。偉いな。うん、私はでも
1億5000万円分は自分のものにしてるよ。あ、ほんと。うん、全部じゃあ3億まるっと割ったの。うん、優しい、これぞ。まるっと割って全部吸われた、うん、やばい。でもそう、さんの思うツボいや抜かねえと、やっぱ。いや抜きたいから頑張ったんじゃん。でも確かにね。で抜かれたんよ。うん、最近チンチロいろんなところでチンチロやってない？そう、私ね、チンチロの方が勝てるっていうことに気がついてバンさん、チンチロするわ。私はしない。えぇ、ー、しないよ。アンブレラアイリスがいます。キミトスの敵取った方がいいんじゃないですか。キミトスの敵、今何で勝負するか決めるとこです、はい、まあ、おいおいね。飛行場の時間も多分このぐらいなんじゃないかなと思う。こういう場でふわっとやるのは私は好きじゃないかな。いや、でもふわっとだったよな、キミトス。私たちはまあ、でもなんか電話でそのなんか構想するしないみたいな話も出てたので。構想？なんか、構想だったやん。チンチロ構想だったやん、私と二人の。はい。うん。で、飛行場も似たような時間ですね。ファッとしたよ、ファッと。一億どう？わしとやるときは別の場所でにしよう。別の場所？うん。あ、部下に負けるとこ見られるの怖いな。あー、頭きた、勝負だ。1億だな。1億です。おっしゃ、切り合いチンチロ。もう切り合いチンチロってなんすか。もう1個ずつ投げてってみたいなやつ。それとも普通に3回投げてみたいな。あー、3回普通のチンチロっす。オッケー、ちょっとお願いします。うるせえお前。勝っても負けても1回勝負ですね。1回勝負ね。はい、オッケー。強い。いや、ここからこの間は勝ったキミトスに6以上ゾロ目ピンゾロガイ。100点負けました。いいよ、6以上ゾロ目シゴロダメダメ。よっしゃー、あの先ほどの件360番だ。今日は私の勝ちです。シクシャーンお前だけや帰ろうか。はい。おい、いくら払った？4億です。なんでだ、ふざけてんのか。おいガキ、はい、なんでカスタム代込みなんだよ。なんでだよ。おい、はい、はいじゃねえよ。なんでそうなったんだよ。なんでカスタムしてたかってことでしょ。ちげえよ。何黙ってんだよ。すいません。すいませんじゃねえだろ。すいません、自分のターンだと分かってませんでした。おめえのターンだろうがよ。どうせお前、心の中でお前なんか思っとることがあるんだろうな。心の中で思ってること。うん、副音声みたいな。心の中でなんか喋ってんじゃねえのかお前。喋ってません。この度はご迷惑をおかけし、そういうことじゃねえよ。申し訳ございませんでした。おい、はい、なんでそうなるんだ。なんで考えらんないんだお前な。はい、お前は脳みそこんなが入ってんのかお前な。考えりゃ分かんだろ。交渉とかできないのかお前は。何を見てきたんだ今までな。はい、はいじゃねえだろ。何を見てきたんだっての。おい小僧、はい、何を見てきたんだわしの。いっぱい見てきました。だから何、いっぱい何を見てきたんだっつってんだよ。そのギャング同士の話し合いしたり。なんでそれでじゃあお前カスタム代も含むになるんだよ。
応その時のチンチロの掛け金といいますか、うん、それが、自分が勝ったら4億もらう、ウエスカーさんが勝ったらデビステを渡すというあれだったので、うん、4億が筋が通ってるかなとも思っておりました。何を言ってんだお前。もう意味がわからんわしも。お前いくら持ってんの。ほんで私は悲しいわ。どうしたもんかいな。落ちてる。一回持って。どうしたもんかいな。どうしたもん。自分が決めてもらうんですか。決めるのはわしだよ。お前はどうしたもんかいなってわしが聞いてんの。お前はこういうふうに考えてますっていうふうに言えないんか。お金を借りてしまってる分もありますし、ボスにお金を借りてしまってる分もありますので2回言ったねしっかり2回同じこと言ったね。腹から声出せ、腹から。とりあえずもうとりあえず今日はもう今日はもう寝ますもう心に決めております。今日は寝ると。寝ろ寝ろ心に決めて寝ろよ。それは心に決めております。うん、ほんでですので、うん、明日から明日から、血眼になり、うん、血眼になり、コンビニ強盗、薬生成、薬売買、うん、すべて、効率よくやり、うん、3日ぐらいで返却というかお返しできたらいいなと思っております。私にももちろん。誰の力も借りんなよお前。もちろんです。なあ、お前が稼いでる金、まあ、お前らもよく聞いとけよ。はい。なあ、お前らが稼いでる金っていうのは一人で稼いだ金じゃないんだよ。仲間の血をな吸ってるんだ、その金は。そうだろ。おっしゃる通りです。うん。みんなが汗水流して稼いだ金なんだよ。はい。それを割ってる分で自分の分なんだよな。はい。そうだろ。はい。はい。だからお前のかもしれんけど、お前のじゃねえんだよ。はい。仲間の命がかかって手に入れた金だろ、それ。それをお前らは自分たちで分けて使ってんだよな。その自覚を持てよ、自覚を。はい。もうこの町の人間、どいつもこいつも甘く考えてるやつが多いよな。俺たちは人を殺して食ってんだぞ、飯。食うか食われるかでやってんだよ。食われる側か俺たちは。違います。それ自覚を持て、自覚を。はい。もういいよ。お前がその金す何億も吸ってる間に、わしは今日だけでとりあえず2億は稼いでるからな。2億。分かっとるか。その間にももろともに5000万やったり、お前に何ぼ渡したっけ。お前何ぼか渡したか。 OK で言うと、まあいいや、それは今日の話じゃねえか。だからもろともに5000万渡したり、カジノチップお前らに配ったりとか、いろんなのを考えてやっとんだわしは、はい、なあ、無駄にすんなそれを。了解です。ちょければいいってもんじゃねえ、はい、やるときはちゃんとやれ、ビシッと。はい、分かったか。これ以上わしの期待を裏切んな。やりました。ほんまにお前、次ほんまにやるぞお前な。もうチンチロしません。次はほんまにやるぞ。はい。雲に置きました。
まず10億は貯めろお前な、はい、10億10億貯めるまでそういう風なギャンブルとかすんな。もう一切やりません。あたけ、おはようございます。いいな、わかりました。でその間にもうたまってすぐもう他の子たちに1000万とかちっちゃいのその金を返して早めにパパって。はい、いいね、わかりました。よっしゃ寝ろ。ありがとうございます。伏せろクソガキ。おやすみなさい。おやすみなさいじゃねえよ。バカだね。ほんまに。では君と寝ます。おやすみなさい。お前ちょーほんまにこんなのかきえほんまに反省のハの字もねえよ。ほんまに何が違うんですよ。いつものいつものテンションで言ってしまいました。なんでお前は自覚を持たないんだって話を今してばっかだろお前な。釣りバイバイの前にモズからバイバイか。そうだろお前、シャキッとしろシャキッと。藤子さんがもうキミトスさんの声聞けなくて、シャキッとしろお前な。無線切りましたからね。すごく悲しそうな声をしてたの藤子は。あのちなみに兄貴、あの車の中身大丈夫でした？巻き棒か。あのカスタムとか発されてないです。お前さすがにそんなことしないだろ。わかんないですよ。いや、まあ分からんけど、それは戦闘もうけど荷物は、荷物は特には何も入れてませんでした。うん、よかったな。リボルター1個ポッて出してもらえてな、ラッキーだったな。チンチロチンチロやってね。また明日の朝も早めに何かが出てくるんだろうな。楽しみにしてるわ。ボスのご期待に応えられるように頑張ります。違う、兄貴絶対違う。全部違うんだから。もう音速動画アップ。ちょっと離席。おいおい。最低編っていう動画出してほしいよ、ほんま。最低編すぎる男って。マジですごいよな、ほんま。もう日増しに好きになっていくわ、ほんとに。本当に面白い、大好き。日増しに何状況変わったって。いや、まだいらっしゃったんですね、拠点に。わしが拠点にいたらマジいんかい。いえ、全くまずくありません。なんだ状況変わったって。王子様来たから変わった。ほんのわしがいたらまずい話でもしとったんか。いえいえ全く。え、いえいえ全く。ほんのそんな罰が悪そうに電話急いで切ってんの。いや、なんか無意識のうちに圧を感じてしまったというか、覇気に抑えました。絶対にお前、おい、はい、お前絶対に藤子から金借りんなよ。もちろんです。いいな。はい、絶対に借りません。よし、見張っときます。藤子さんからお借りないように。お前はどこも再お前に新しいレッテルを貼る。レッテル統合じゃなくて、うん、レッテルを貼ります。レッテル、はい、うん、いいね、はい、その金をお前ちゃんと10億貯めるまでは、はい、あれ、ジンペイが乗ってるヘリってさ、ボラタスだっけ。最底辺。お前の今の位置は最底辺だ。最も低い位置だ。つまり大気よりも下ってことでしょうか。そうだ。ボラタスって強い。自覚しろ、はい、今のお前は最低限だ。最低限ですね。ヘリ3台に追われて1時間設置できるぞ。ダイオさん、次のミッションから IG。 わかりました、ゴミトス先輩。
いつかがメリカになった。おそう、新しくモズに入りました。ミカイとキムトです、よろしくお願いします。あ、はじめまして。ミッションの受注など何なりと自分から取ってくれて。あ、じゃあ、花欲しいな。最高の流れ来たかな、一旦。キミトスでいます、おやすみなさい。はい、おやすみ。じゃあ、たまでーす。おやすみなさい。あ、わかりました。はいはい、もしもし、今お忙しいです。ん、どうした。もし、うん、そのタイミングがあったらなんですけど、うん、いつかロケットランチャー借りることになるかもしれないんですけど、貸していただいて。いいよ、いいよ。あ、ありがとうございます。うん、しました。今日アブルさ、どっからタイミングでさ、ボブ行こうぜ。が上がるかもしれない。あ、今日はもう寝たよ、あいつ。はい、最悪2人でもいい。ほんと。絶対殺します。ありがとうございます。うん、おやすみなさい。はい。